チャオ、あっちゃんです。アマゾンさんにね、今年買おうか買わんとこか迷ったもの注文かけました。はい、ということでね、アマゾンさんから届いた、あっちゃん今年最後に買った大きなもの、最後じゃない、まだ届くもんがあんねまだ注文してあんねんけど、必要なもんをね、まあ、必要かどうか分からへんねんけど、ちょっと注文してあんねんけど、これ早速開けてみましょう。ね、白い箱、テーブルの上にいろいろ置いてあるの。白い箱が2つ、黒いもの、黒いもの、黒いもの、箱終わり。何でしょうか。はい、出していきましょうか。まず白い箱から出てくるものは、黒いもの、こんなもの、なんだこれ、使い方がこれ、よいしょ、おー、すごい、こんなもんですこんなものが届きました。ちょっと大きいな、想像以上に大きいな。はい、まあいいや、なんかちょっと考えよう。うん、直されへん。まあこうやってね、こういうもの、はい、これがね、2個、もう出します。これは箱がいらんのでね、箱はまたちょっと箱処理しないとね。同じもの、同じものが2本、はい、とこの黒いものから出てくるものは、黒いものが各2個ずつ出していきましょう。何が来たのかって言ったら、充電器とバッテリー、チャキン、こんな感じにセットして充電するやつね。よいしょ。で、なんかバッテリーももう一個、バッテリーも、充電器も各2個ずつ、各全部2個セットやね。ほら。で、これも同じもの。これは何かって言ったら、先っちょ、この先っちょはおそらくどうするんやろう、説明書読めちゃう、あ、これ外すんかな、これ外すんや、これ外して、でこれをこうつけるんや、はい、でこれこんなやつね、ネジがちっちゃいな、怖いなこれ。まあ、これで角度が変えられるようになってんねんね。うん。こんなもの。何でしょうか。
きっちょもう一個あるんだけど、これもう一個同じものなんだけど、あと切っとったのが黒いもの、これは何かというとオレンジ色のこんなものと黒いもの、イボイボついたもの、何でしょうか。実はこのバッテリーをこうやってセットすると、バッテリーないのかな？充電しなあかんのかな？どうもバッテリーを充電しないとダメなのだ。よいしょ、よいしょ、硬いね。これね、ちょっとバッテリーを充電しましょうか。あ、でもバッテリーチャージがつくってことは何なの？バッテリーちょっとあんのちゃうの？ないのかな？わからない。ね、同じものやけど、あ、ついた。あっちゃん用女優ランプです。かなりこれでは明るいね、光源。うわ、はい。でこれをね、今このついてた透明のフィルターを外すと、これめちゃくちゃ明るいですよ。これフィルターでちょっと落としたり、まぶし入れてしもったらえらいことになるな。ちょっとオレンジにしたりとかね、こういうフィルターがついてんねんけど、これがね明るすぎるから光源を落とせんのよ。明るいでしょ。一番落としてこれか。ね、でこれでね、こっちから当てるとこっちに影ができるでしょ。だから下から当てると、うわ怖い下から当てるとこんな感じで、上から当てるとなんかこれをねこう当てると両方からの光源が良くなっちゃうのね。だからこう当ててもダメだな。角度的にねこの位置を調節する。上から当てるとどうしてもね目の下に影ができるでしょ。でこうやってね光源を調節していくの。逆にすごい眩しい。だからこう角度を変えていって自分にこう直接当たるんじゃなくうまく当てていく。もっとこの辺から当ててもいいしね。女優ランプです。はい、貼っちゃいました。これをね2019年は活用して、ちょっと光源強い。だから、あの、向こう向きで当てて、レフ板で返してもいいしね。まあ、いろいろそんな感じで、使っていこうかなと思って。で、それのこれが三脚用の台やねん。っていうことは、これ三脚用の台っていうことは、あっちゃんが使ってる普通三脚、こういうね、三脚にもネジ系が合うのよ。っていうことは、これをね、もし、メイクとかするときなんかやったら、こうやってメイクしたりしたらね、いかがでしょうか。はい、いつもより明るい。ただ目が痛い明るすぎる。だからこういうのをもうちょっとこう被すとか、なんかこうフィルターをね、フィルター変えつけたいんやね。紙とか、ね、
の明るいね。これで、ね、ペーパーを当てると、あ、こうやるといいね。ちょっとこうやって、眩しいよ。はい、こうやると結構ナチュラルな感じ。これを消すとこんな、いつもこんな感じね。つけたらこんな感じになるの、うん、でこれ今片側だけから炙ってるけど、こうやるとね、両方からの影が消えるでしょ。鼻のこっち側に影ができる、こっち側に影ができる。人間の体ってデコボコしてるやん、体じゃ顔って。だからそういうのこっちからっていうのとこっちからっていうので、デコボコなく綺麗に反射するっていうのがね、このダブルライトの効果やねんけど、これで2個のライトを駆使するっていうのもありかなと思って買ってみました。でこれね、いいところがね、さっきやったのバッテリックだよね。なんか表に持っていくこともできる、外ロケの時でも使える。で家の中でももちろん使える。で、ね、結構使ってる人に聞いたんやけど、バッテリー持つらしいね、うん、だからこれをうまく使って撮影ができたらなと思ってます。でこのオレンジがね、どう使うんかちょっと意味がわからへんねんけど、ちょっとね今やってみてんけど、かなりこうなっちゃうからね、赤いなんねん。何に使うのねこのオレンジね。まあただまあこうレフ板を使ったらいいのかな、オレンジね、ナチュラルなのかな。まあ面白い。はい、こういうものを買ってしまいました。はい、ということでね、よっこいしょ。でこれがね、専用のバッグ、うん、これのね入れる、あ、結構大きいな、はい、あのね、あのアマゾンレビューにはね、結構小さくって入らないとかって書いてあるバラみたいねんけども、なんかねこれ買った人は、いや結構大きかったよって言ってたから、でも気にはしてなかったんやけど、まあまあ大きい、うん、いい感じいい感じ。でこれをね入れて、うん、ポケットもあるんや。あ、バッグね、ちょっとバッグ紹介しとこうか。まあ、これをちょっとこう先っちょつけて、これこう伸びんねん。でこれまたこう伸びんねん。めっちゃない、天井につくわ、こっから座って天井につくぐらい長い。だからそんなん使い道ないけどね、そこまで長いのはね。でもそれぐらいに使えるから、結構上から当てられたりもするの、うん。で、まあ、ここに足を入れてね、でバッグのここにポケットがあるね、反対側にポケットが4つポケットがあるね。だからこれをよいしょ、これをねこのポケットに入れて、1個ずつ入れたら傷つかないだね、うん。で、まず1個ずつこれを入れたり、で反対側にバッテリーとかね、充電器を入れてポケットに入れて、フィルターとかもまたちゃうとこ行ったら気づいたからね。で入れてもまだまだ余裕があるので、全然余裕ある、大きすぎるぐらい大きい。でこれ肩掛けストラップもついてて、あっちゃんのカメラとかカメラ足してくれる人、またね、こう持って行ってもらってそうそう、ん、何か来た、あ、ちょっと待ってね、よいしょよいしょよいしょ、続々と箱が届きます。はい、ということでね、まあこんな大きなバッグがねあるんで、結構余裕がある、かなりね、こうやって蓋したら、これもしね、撮影の行くんやったら、でも、なんか車で行くときやったら、車なんか積んどいたらいい、外でやるんやったらね、家の中やったらこのまま使ったらいいんだけど、
こうやって車に積んどけばいいしね。この中にカメラとか他の機材も全部入るぐらい結構大きいバッグなんで、ね、これ使えると思います。はい、ということで今回ね、あっちゃん用忘れてた今回ねあっちゃん用のスタジオランプ、2セット LED タイプで光源が変えられるタイプね買ってみました。かなり明るいです。またこれちょっと調整しながらねいろいろやって、使っていきたいと思います。2019年、ね、さらなる、動画のクオリティアップ頑張っていきたいと思います。そんな感じで今回、2019年最後買うか買わないか悩んでどうしようかなと思って欲しいものリストなんかも入れたんだけどもね、買うか買わんとかどうしようかどうしようかでずーっと迷ったけどついに買っちゃいました。はい、ということで2019年はねもっともっとまた三脚もちょっといいやつとかあとカメラもねできたらもうちょっといいやつ録音機材はこの前タスカム買ったんだけどねあれにまた付随するマイクとかねいろいろ買っていって、あっちゃんスタジオであっちゃん外ロケ拡充していきたいと思います。それが視聴者さんに喜んでもらえる動画を作るためにあっちゃんがこれからやっていくために新しい機材いろいろ入れていきたいと思います。次パソコンも考えていかなかったよね。編集機材編集ソフトもねぼちぼち考えててね2019年版プレミアが出たんでそれも買おうかなって悩んでるところです。はい、あっちゃん YouTube にかける意気込みもう本当に真剣、残りの人生を YouTube にかけるっていうぐらいねあっちゃんは頑張っていきたいと思ってるんで皆様これからもよろしくお願いします。ではまたねバイバイ。今日あっちゃんが買った、スタジオランプ良かったよと思ってくれたら高評価を応援コメントチャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたねバイバイ。